橋、京橋です。大阪環状線と駅線、地下鉄線はお乗り換えください。お客様にお知らせ、お伺いをいたします。13時4分頃ですが、JR 神戸線六甲道7駅間、新駅設置工事現場の足場が崩れ、ただいま線路、送電線、架線を使用しております。そのため、JR 神戸線甲子園口から西明石間、列車の運転を見合わせております。運転再開時期につきましては、20時以降、午後8時以降となります。大変ご迷惑をおかけいたします。神戸線、芦屋、三宮、神戸方面お越しのお客様、恐れ入りますが、終点京橋で環状内回り電車にご乗車の上、大阪駅までお越しください。大阪駅から阪急線、また阪神線による振り替え代行輸送をご利用いただきますようお願いいたします。この後の普通電車の西明石駅につきましても、甲子園口までの運転となります。大変ご迷惑をおかけいたします。本日この電車、宝塚行きの快速電車から京橋止めとさせていただきます。宝塚行きの電車、この後に参ります。着きましたホームでしばらくお待ちください。快速電車、宝塚行きご利用のお客様、着きましたホームでしばらくお待ちください。その後、普通電車の甲子園口行きとなります。神戸線に参ります電車は、尼崎から立花甲子園口までの運転となります。大変ご迷惑をおかけいたします。甲子園口より先、西宮、芦屋、三宮、神戸方面お越しのお客様、恐れ入ります。環状内回り電車にご乗車の上、大阪行きまでお越しの上、阪急線、阪神線による振り替え代行輸送をご利用いただきましょう。お願いいたします。快速電車の宝塚駅、その後普通電車の甲子園口駅となります。普通電車西明石駅は甲子園口駅として運転をしております。大変ご迷惑をおかけいたします。神戸線芦屋三宮神戸方面お越しのお客様、恐れ入ります。環状内回り電車にご乗車の上、大阪駅までお越しください。大阪駅から阪急線阪神線による振り替え代行輸送をご利用いただきましてお願いいたします。終点京橋、終点京橋です。お忘れ物のないようにお送りください。電車到着遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。12分ほど遅れて到着いたします。終点京橋です。当線線ご利用のお客様、この後快速電車の宝塚駅となります。着きましたホームでしばらくお待ちください。
JAL 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。区間快速の木津行きです。ハラペン、セミノド、市場のあての順に止まります。市場のあてから先は各駅に止まります。車掌は北川です。前から3両目終日女性専用車です。ご理解とご協力願いいたします。原店です。出口は右側です。原店を出ますと、隅の道に止まります。大阪東線、向かい側、2番乗り場の電車、ご利用ください。